さあ本日の決勝戦ですね、サトルバ、マサシ、ヨシキチーム対、光の戦士、リュウセイ、ナオチーム。最初に出てくるのはナオさんとトブ。セリカはね、マルケンスクに重ねられたら絶対止められないから。けどセリカはわからん殺しがあるんで、未だにそこ使えばなんとかなるので、そうだね、まあノエルみたいに体無敵の技がいっぱいあれば、まあ一概には、まあ、コンコルドを見てから読んでできれば勝てるかも。まだまだ膨らめ膨らめ膨らめ、行く、しっかり出して痛そう、ま、いですね。投げて裏手、もう一回、まだまだ、あっと、やつもさん働く車からうさんくさい攻めっけ。いや、みんなセリカ、まあ、分かんないよ。俺もよく分かんないよ、オッキーはどうって思ってた。体だよ、ヨッキー。体だけだよ。なんか耐久取ってたよ。でも、セリカの、ツッコケは、頭と足属性なんで、とがめられない。ぶっ飛ばしてやろうかと思う。痛くない痛くないんだけどな、中断取れねえのかよっていう、あのノエル的な心情が良くない。ノエルみたいの精神的にはかなりきつい。俺見てから予定をしたじゃんみたいな。さあこのラウンドは分かんなくなったね。これワンチャンありそうだぞ。あーしかしやはりこの引き殺しが強いよね、マルケンハイ。さあ1本取って最終ラウンド、バースト圧倒的に直さが有利な状況。なるほど、よくだよね、カウンターしたりさ。これは拾えないか、拾えそうだったんだけどね。ビガーしないとダメか、その辺はちょっと練習、要練習みたいな。ぶっこけはしっかり5番で止めました。アーツ2これリーダー出てる。アーツ分からん、このキャラ。さて続いて中堅出てくるのは流星の陣ですね。17なんかすげえな。ていうかね、最近ね、立ちが来るたびにね、みんな妙に台上がってるんだよね。すごいよね。あの人が一生懸命仕事してるときに、一生懸命ブレイブルーしてると思う。いいなって思う。いいな。みんなね、俺に傾聴する台じゃなくてね、あのね、俺に傾聴しにくい台まで上がっちゃうのがね。ずるいんだよ。俺がいない間にみんな台上げちゃうから。さあ流星はセリカ知ってんの？多分ちょっとはやってると思う。お、こう使う。いや引きずり下ろしがうまいね流星。見えてるね。しかしコンコルドは暴れてるし、この突然の突然撃がね、やはり未だ無駄なこと。レバー2アクション。そうそう、下段ガードで崩れた時のあの黄色いびっくりマークのタイミングで俺たちの手が心の攻めが待ってる。あ、でもこのラウンドオープニングはゴールだよ。見えましたね。まあ2500そこそこのダメージからダメな落ちて終わらず、これは結構適当だね。3410番、ここは飛ばせない。分からんぞこれ。
わからなくなってきたぞ。これに来るか。さて、サトルが取り返しのファイナルラウンド。しかし、ストレートで試合を展開してしまったために、バックは少ないんです。ここはコンボ伸ばして構えます。開幕 OD3800、 これは十分使うかというのある。これね、セリカね、6B はマジガチンコですからね、セリオン的に。バッテンがついて、おっと、わからんぞおっと、ついに体力リードはセリカ側。傾いて、この引きジャンシーから、うめえ、今のリエタイク、なんだセカ、ちょっと歩いて投げして、渋すぎるだろ、お互い。で、今日、投げ抜ける。しかし、もう一回投げる。これはちょっとバースト使わないと、ちょっとオーバードライブが怖いぞ。さて、どうする。これは、立ち火、突撃では倒せない体力。それは何だ、キャップグルーテ、分かんない。さあ、これでもうボブは2コンボ必要になってしまって、どうすんのか。暴れる、しかし捕まって、よく立った、えらい。分からなくなっちゃう、中段ゲージがないので、まあこれはコンボに受けないが、体力リードはサトルが繋がってる。絶対いるの、分からなくなっちゃう。メガペダが基礎をカウンターすると切り返して指導2の長さ、ここで投げー、勝負強い。さすがだな、この辺は流星が勝ち。さて、続いて出てくるのは、チンピラ2号マサシさん。今日のね、あのこのサトルマサシヨシキチームがね、完全にあのヨシキさん以外チンピラなんですよ。やっとヨシケさんが本当にヤクザっぽくて、その取り巻き2人みたいなチームなんですよ、見た目的には。だから、そのチームの、あ、このチーム本当にそんな感じだなっていうのを見せるためにも、ぜひ、このチームに優勝してほしいんですよ、俺は。ゴロさんのグラビアにもならないためにも。今のバーストすげえもったいないけど、ビエガからダボン。まあ、オオカミゲージを考えると、まあ、入ってよかったのかもしれない。ちょっと悩みます。そうだね。みんなでもマジダマイ。こんなにジャンビーから、ジャンビーからか。そこだ。この、変身から、オオカミ B。ここは人間状態でコンボをつないで、若干回復して、あ、いや、いけ、ずるい今のフレーム消費は。そんな渋いフレーム消費する、うわー、無双トッシュ今のやばいな。さあ、まずは1本チンピラ2号が取っていく。これは受け身は取れない。めっぽがりの形になって見せるダメージ、亀足操作してる、受けよ、どっちが強いのか。いや、今の立ち火ナイス取るの上手すぎる。やってたー、こいつ。セイソン、甘いよ、無理でーす。どうしためくりは対応している。これ亀足、互いに逃れたい。衝撃に対して分かんないけど、とりあえず家がかかりつつ、それは急に攻撃、今のフライトうまいな、しっかり飛ばしてましたね。ああ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 あ、無駄な追っ払いの吹雪はまあすごい使えるからね。開幕は内からスタート、そして引き殺して、今の受け身の動きが面白くない。つながらない雰囲気、すごい漂ってるから。さあ、マサシバルケンがここは攻める展開、シュラッツ寄っていく。ここは流星バースト打って逃げる。もう
流星としては優勝にはやってられないが、これは痛そうだ。さすがにバーストです。互いに保険が効かなくなった状態。ここからが本当の勝負で、完全にケニーからの甘えは許さない。このジャンプ A タイプ、うわナハムユガに対して2手が刺さってしまって、さあ、いや、すごかった。スラッシュ、構成よくて、これ殺しに行く角。流星が2人き。さてさて、なんやかんや先に大将を引きずり出されてしまったのはワンピーチーム。元締めのインテリ薬剤ヨシキが出てきてしまいました。ヨキスクスのスーツなんですけど、あのこんな格好の人はあのアウトレイジっていう映画に出てた気がするんですけど、あの最初に椅子にくくりつけられて、あのバッティングセンターでボールを永遠ぶつけられて死んだんですけど、ビートだけで殺されまして、まあ、しかしそのインテリ薬剤よりは絶対にヨキスクスの方が強いので、わからないです。互いに17段、綺麗な試合になったな。最近立川もね、段位より高いよ。なんか昔は完全に立川といえばあの PSR 詐欺軍団みたいなところあったんですけど、最近は結構みんな身の丈に合った段位をしているというか、なんというかなんですが、ここはヨシキニューを倒して、流星がマッチポイント。開幕投手カウンターしてたしね、まあ、今のラウンドは流星勝ちたかった。いや、今の間合いどおりかな、流星。しかしここは飛翔家に対して6人がぶっ刺さってしまい、攻めけ。ここはどうサマナーをさばいていくのか、流星。スパイク、クレキャンからシックルストームはしっかりしている。ガードしている。おお、危ねえ。ヨンディが刺さって、このラウンドはヨシキニューが落ち着いている。しかし 2D の置き方うまいね。技の距離感を把握している流星。ここはすごい上目というかですが、スクワットスパイク、うわ、6ミス取るか。衝撃危ない、かなり危ない。特技でさらに続いてサマナー、サマナー、サマナーからクレーはここは出していくが、ここに流星がついて構える。しかし DB が行く手を阻む。クーだけ6よく見ている。さすがにあのブラッドサイズを落とせる人間ですからね。この辺はお手の物といったところでしょうか。スーパースクワットタイム、ここはあえて寄っていく。 D2、さらにラピッドキャンセル、時間を使う。カウントブラッドから漏れちゃったが、間に合うのか。さすがに無理か。仮にさ、今のさ、この何やったら知られんかったら、あのちょっと食らってます、食べようみたいな、ヨシキさんの判断だったら、もう、食べてる。そこまで考えてる。何がした。なんで接近は戦が強いの、こんな。なんでこのキャラ接近戦もそこそこ強いんだろうねって、俺、6年くらいやってると思う。もしかして、ここで流星がワンチャンス到来。いや、今の2連覇うめぇ。そしてジャンピング後は結構いいダメージが絶対にくるじゃないの。ここで一つ切りに接近戦、重力から逃げる。強すぎる。おお、しかし流星捕まえて、ここはトッショウに対してバーストからのレガシーエッジ、勝負を決めに来たか。流星君は何としても耐えたい、耐えたい、耐えている。ここでガードが崩れる。ヨシキニュー強い。さあ、光の戦士大将がやってくる。最近モンスターハンターデビューをしたヨシキさん、ここで
誰もが認める G 級モンスター倒すことができるのか。レベル6緊急クエスト、さあライトボウガンでとりあえず牽制していく。トンファーみたいな武器もサマナーみたいな武器もモンハンにないのがちょっと悔やまれます。トンファーはギリ証券かなって。さああれほど対抗戦ではバータイはするなと怒っていた五郎さんなんですが、今回はバータイしまくり、これは人読みの極致でしょう。さあ遠距離戦がまたしても始まる。しかしバースト持っているのは五郎さん、体力リードは吉木さんというこの図式、このバーストの使い方がどうだったか使うのか諦めないが、ここで食う投げ。さあインテリアクザチームがここはリーチを先にかける。公式リュウ GK モンスター討伐なくら開幕から中段を思い切って打っていく。あっ飛んで、ここはバリガで距離を離して使わせたんですが、隔離はしないと。ギリギリこの遠距離戦我慢の時間帯がまたしても始まる。そしてここは動いてしまったところ、バイクチェイサーが刺さるが、ラッシーも強いぞ。ルナアッパー645にこの運び、ドスリックレイ CC ジャンビー、このナッパー落としてこのスパイジャンプっていうか垂直が通る、通ってしまうと入の時間。マコトはいかにしてこの距離感に詰めたいというか、この距離感詰めるのか、こうやって詰める。相手が勝手に寄ってきてくれた、これは美味しいぞ。ここのワンチャンス何としても逃したくはない。コロナッパ落として投げ、シューティングスターオーバードライブ、コロナッパもう一回ボディー、コズミックレイ EC、しっかり殺しきる。オーバードライブ、ここはためにためて落ち着く時間を作っていく。光の選手が取り返してファイナルラウンド、まずは若干ヨシキニューが有利といったところなんですが、まあさすがにたまるでしょうね。開幕こうなると若干きつい気はするんですが、重なっている。おいしい、この当たり方は相手の心も刈り取れる。3300、相打ちが続くが、ここは五郎さんの小判が勝る。先手は通さない、吉木にもバーストを打って、ここから貫通していきたいが、そろそろ誠にはバースが溜まって、ここで速攻で使っていく。捕まえてラピッドキャンセルでダメージを飛ばして投げが通る。シューティングスター西進、まだ足りないとは思いますが、これで状況を一瞬にして誠有利。投げ暴れた、さすがなぜか投げを抜けた後に待っていたリーフィー吉木さんが勝っている。どういうことなんだこれは、えらい試合だった。さあ、というわけで本日の優勝は、サトル、セリカ、マサシバルケン、ヨシキニュー、チームインテリアクザ優勝です。おめでとうございます。じゃあ雇われ1号、やっぱ強い人と組みましょう。極論だろ。2号ヨシキさん強いっす。じゃあ元締め。緊急クエスト GQ 誠倒しました。ハンターランク上がっちまうな、これ上がっちまうな。さて、明日じゃない、明後日は多分フリープレイだと思いますだよね。はい、いつも通り15時から19時まで両時間料金は1000円になります。それでおそらく今回も前回と同様
遅く来ても1000円のままなので、ぜひ皆さん15時から19時がっつり1000円分遊んでいっていって生きてほしいなと思いますんで、よろしくお願いします。あと、もう5位、千葉連合 VS 立川八王子連合の対抗戦も全試合アップされているので、暇な方はぜひ寝る前にでも、ご覧ください。そうですね、注目は、ノエル対セリカ戦だと思います。よろしくお願いします。